はーい、お疲れ様です。元3つです。今回の嵐もビッグモーターの大炎上についてお話していくんですけど、こちらの記事でビッグモーター金重孝一前副社長、損保ジャパン全身企業に過去在籍かーっていうことで、実はビッグモーターの金重社長の息子である副社長が損保ジャパンに入ってた経歴があるぞーっていうことで、今めっちゃ話題になってるんですよね。まあ、結論から言うと、もう損保ジャパンと 仲良くめちゃめちゃ仲良くなった、えー、きっかけはこの副社長ではあり損保ジャパンもう今回グルダんじゃないかっていうねもうそんな証拠みたいなものがいっぱい出てきてるわけなんですよなので今回ね損保ジャパンも友倒れするぞーっていうようなねそんなお話ですねそしてこの息子副社長なのにあの会見には来てなかったんですよね欠席してたーってでもこの人が結構悪いことやってたんじゃねえのかっていうふうに言われてるわけなんですよまあ、この事実が前 前に出せない理由だったりだとかあとはただただ金重社長がね親バカで守っただけじゃねえかっていう話もあるんでまあ、そこら辺を、ね、見ていこうかなと思いますまあ、ただですねこの副社長ね年収4000万とかを超えてる可能性もあるんですよこの人多分今ね35歳みたいなんですけどマジかよってなのに会見にも出てないということがね色々いろいろ発覚して損保、えー、ジャパンも完全に終わってしまうというようなそんなお話ですということで見ていきましょう元光のチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますので いいなと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますということで、まあ、衝撃的な話なんですけどビッグモーターの保険金不正請求問題を受けて辞任した金重光一副社長が過去に損保ジャパンの前身となる企業に在籍していたことが分かりましたって金重宏一前副社長はビッグモーターの前社長の息子で第三者による不正調査報告書に副社長らの 判断で頻繁に工場従業員の降格処分が行われていたなどと書かれ現場に圧力をかけていたことが指摘されていますということで今回の不正な話にも関わってるような、えー、人なんですよね、まあ、副社長だしさでめちゃめちゃ圧力かけてたってでなのに会見とか出てなかったんですよね、えー、関係者への取材で高一前副社長は損保ジャパンの前身となる日本講和損保に2011年から1年余りの期間 在籍ししていたたことが分かりま損保ジャパンは2011年以降ビッグモーターに延べ37人の出向者を送っており26日に発足した調査委員会は両者の関係についても調査する見通しですということでまあこれは多分損保ジャパンの方の調査委員会の話だと思うんですけどそしてこの37人の出向者っていうのが他の記事ではこう書かれてるんですよね。 一方、損害保険ジャパンはこの年、まあ、その副社長が、えー、働くようになった2011年から1年余りの期間からビッグモーターに出向者を出していて、両者の関係が深まった経緯が焦点となりますということで、<laughs> 金重社長の息子が損保ジャパンに入ったで、そこから仲良くなって出向者が、ねえー、出されるようになったって、まあ、超仲良しなわけなんですよね。で 一方、三井住友会場は25日、ビッグモーター社の不適切な保険金請求に関する専用の窓口を設置しました。ビッグモーターの問題発覚以降、一日に数十件の問い合わせが来ているということです。損保ジャパンも来月1日にも専用窓口を設置、東京会場日動も今後設置する予定だということです。ということで、もうめちゃめちゃ問い合わせがね保険会社にも来てるぞっていう話なわけです。その中でも損保ジャパンはマジでやべえぞということなんですよね。 まあ、ツッコミどころはいっぱいあるんですけど、まあ、この高一副社長へのツッコミは置いといて、後でお話しますね。で、損保ジャパンのツッコミからちょっと見ていこうと思うんですけど、損保ジャパンといえばね、まあ、こんな感じで、ビッグモーターの大株主、グルギアクに揺れる損保ジャパンが2位株主だと判明するっていうことで、ビッグモーターの株主ナンバー2が損保ジャパンだーっていうのがねえ、バレてしまってるんですよね。 まあこれは2015年の、えー、ビッグモーターが、えー、買収した上場企業、放ての公開資料だということで、もうこの時にもに完全に仲良しなんですよ、そしてさらにさっきの損、ね、保、えー、ジャパンからの出向者、37人の出向者に担当部長がいたぞっていうのもあって、 損害保険ジャパンが中古車販売大手ビッグモーターに平成23年以降計37人の出向者を出していたことが24日分かった自動車保険の保険金の不正請求が横行した時期に事故車両の修理を担う板金塗装部門今回の問題のあった部門の担当部長を務めた者もいたということで担当部長を出向者が務めてたりしたんですよ今回の不正があったところの まあ、こんなのどう考えたってグルだろうって言われてもおかしくない話なんですよね。で、さらにですよ、これ、ビッグモーター問題で損保ジャパンが金融庁に対して虚偽の報告をしていることが分かったって、損保ジャパンがビッグモーターをかばって金融庁をね、えー、虚偽の報告をしてたわけなんですよね。まあ、これどういうことかというと、損害保険ジャパンの経営責任が問われようとしている中古車販売大手ビッグモーターが事故車修理における保険金を不正に水増し請求していた問題 損保ジャパンが現場で不正の指示があったことを認識していながら、指示はなかったと金融庁に虚偽報告していることが分かった、まあ、この話ってね、えー、元光、えー、前日のねこちらプラ、言論プラットフォームの方の動画でお話ししている内容なんで、ぜひそっち見てほしいんですけど、まあ、簡単に言うと、ですねビッグモーターが昨年、不正疑惑が上がって、 ししてて各保険会社に対して調査報告書を出してたんですよね自分の社員の,あのアンケートとかを取ってでその結果、別に不正は支持されてなかったよっていう答えで各保険会社に送ってたんですけどただ、損保ジャパンだけはその、ね、担当部長とかもいたぐらいだから知ってたんですよ。 社員が実は内部告発というかアンケートにいや不正は支持されてたっていうのを知ってたのにこの報告書、えー、ビッグモーターからもらった書き換えられた 報告書をを信じたたよよよっててていいう手にしてまだだその後も契約を続けていたんですよ、ね、ですねねねポイントはここだよ、ね、金融庁に話してるということで同報告があったのは2022年7月19日のことだそもそも板金工場は保険業法の職犯外のため水増し請求といった不祥事を金融庁に報告する義務はないあくまで損保ジャパンが金融庁に対して任意に報告した形になっているということで損保ジャパンは別に金融 以上に対してビッグモーターがどうのこうのっていうのは言う必要なかったんですよ。なのに、わざわざ、えー、ビッグモーターからは特に不正の指示もなかったっていうのを伝えた上で、ビッグモーターとやり取りをしてたんですよね。でも、あの損保ジャパンは知ってたわけだよ。 だって出庫させてる人たちは気づいてるわけだから。なのに、金融庁にビッグモーターをかばうような、そんな報告をしてたというような状態で、まあ、ほぼほぼこれ、グルじゃん、みたいな、そんな内容になってるわけです。だから、まあ、損保ジャパンも、この後、金融庁からの調査だとか、えー、第三者のね、委員会立てて、まあ、いろいろ調査されて、完全にね、共倒れしちゃうんじゃないのかな、っていうところまで来てるわけですよね。そして、まあ、今回、えー、そのポイントとなった、高一前副社長の話に戻ってい 行こうかなと思うんですけど前副社長で、ね、まあ、こんな感じで、えー、このこの新しい新社長との写真もあったりだとか、これが、ね、集合写真なんですけど、これ、ゴルフしてる様子の、ね、写真とかも、ね、流出しちゃってるわけなんですよ。これが、えー、副社長。で、この光一さんっていうのが35歳になるんですけど、この人35歳だけど、でもものすごい年収もらってんじゃねえのかーっていう風な話もあるんですよね。こんんなな感じででビッグモトのの求人の、ね、ページになるんです けどこんなこと書いてあって中古車営業未経験歓迎平均年収957万円年収4000万円超えも目指せますということでビッグモーターの求人でこういうこと書いてるんですよ、まあ、これを見てビッグモーターで働いて不正をやってた社員っていうのもまあそれは良くないな完全にアウトだなって感じがしたんですけどもお金のために不正やってる感がすごいんですけどまあそれはちょっと置いといて、えー、副社長年収4000万円超えも目指せます っっててててに書いいいいるぐぐららららだかか副社長がこれぐらいもらっててもおかしくないわけでですよね35歳でマジって、まあ、そんな感じがするんですけど、まあ、それなのに会見とかにも出てないわけです副社長なのにでまあその時のね、えー、記事もあるんですけどいきなり泣き出したビッグモーター新社長がやんちゃしていた頃の最強伝説炎上会見を社員が解説ということでデイリー新庁の記事やねこう書かれてていきなり新社長が泣き出す 退任する社長はひたすら社員に責任転嫁最大の先般と言われる2代目の副社長は欠席ツッコミどころ満載だったビッグモーターの記者会見を社員たちはどう見ていたのか話を聞いてみると新社長に白羽の矢が立った理由が見えてきた驚きの過去の噂までもっということで、ね、現役社員に、えー、取材してくれてるんですよねデイリー新調さんがねで、えー、その中に <laughs> こういうのがあるんですよ、まあ、これ本当笑いながら見ちゃうんですけどゴルフ場の集合写真だってさっき見 見せたね、えー、その社長だとか副社長息子の副社長だとかえー、専務新社長の専務だとか泉まあそういう人たちでゴルフしてたよっていうのをね現役社員が語ってるんですけど昔は趣味は仕事という人だったんですがってこれ社長のことねで、えー、息子に社長業を任せるようになったら5年くらい前からはゴルフ漬けの生活だっただからつい自身のゴルフ愛が出てしまったのではないかということでゴルフ愛好家の冒涜 かーっていうことをね、えー、社長が言ってめちゃめちゃ話題になってましたけど、やっぱりこの人たち、ゴルフめっちゃ好きだったみたいなんですよね。まあ、さっきの写真もう一回見ても、こうやってね、みんなでゴルフ行きましたみたいなのもあるわけですよね。もう超ゴルフ大好きだったわけですよ。いや、ガテン行くよね、ツイつツもあってて、ね、デイリー新庄が入手した、同社幹部らがゴルフ場で撮った集合写真でも中心にいるのは社員の間で、コナン君。 と、あだ名が付けられている、息子で副社長の光一氏、35歳だった。金重氏は端の方に立っていた。ちなみに、光一氏の右側に、はべるように立つのが泉氏だということで、この写真で、えー、こんな感じの写真が残っていて、先の社員によれば、取締役たちはこうしてよくゴルフを満喫していたという、その最中、ノルマを課せられた社員たちはやむなく不全に走ってしまったのだ。先般と言われる息子が会見に欠席したことについては、どう考えているかって、 聞いてフルボッコにされるのは間違いなかったですから息子さんは人を追い込む弁には長けていますが守りには弱いもっと集体をさらすことになったと思いますって、まあ、だからあの息子をかばうために親バカで社長が出てきたんじゃねえかともね社員から言われてるわけなんですよね高い給料もらって今回の不正の、えー、元凶ともなったような人をねあの会見に出さないんですよもう親バカでしかないです まあもしくは損保ジャパンの件が掘られたくなかったのかもしれないですけど、まあ、会見出ようが出まいがすぐバレちゃうよね損保ジャパンの話なんて、まあ、これが息子のね副社長みたいなんですよねでもさこの会見でさ金重社長があのゴルフボールを不正に使うなんてゴルフ愛好会の冒とだだみたいなぶち切れてたわけですけどやっぱりあの人ゴルフ大好きだったんだねって感じがしますよね めちゃめちゃ素が出てるわけですよ。だからやっぱりあのー、いろいろ見つクってこう会見とかしてもやっぱ人。 普段の,あの感覚とかが出ちゃううんでしょうね、まあ、すごい元光はある種勉強になりました人ってやっぱ日々日頃からちゃんといろいろコツコツいろいろやっとかないといけないんだなっていうのがはいということでね、まあ、今回の炎上の話でしたいろんな意見もね見ていこうと思うんですけど金重宏之前社長は息子である金重浩一副社長前副社長をふざけんなとグーパンチで殴り倒してもいいくらいなのにそんなこともせずにただ守るだけの親バカ守られるだけのコナン君もん 惨めだーっていうことで、なんてひどい構図なんだーとか、えー、他には、損保ジャパン終了やーって、友倒れだろ、これーっていうようなね、そんな意見だとか、他には、金重孝一ってのが息子か、永遠にネットでさらされ続けるだろうで、ね、自業自得だけどって、いや、ほんとそうだよね。会見にも出なかったし、あとはビッグモーターと損保ジャパンの癒着を明らかにしてほしい。こんなクズ企業がいつまでも存在してはいけないって、いや、そうだよね。 これ結局、結論から言うと、お客さんの車とかお金で、えー、こう、ビッグモーターとソンポジャパンがグルになって、めちゃめちゃお金取ってたわけでしょこれ、めちゃめちゃひどい話だよね。こちらもいいね、させていただきますね。とか、他には、完璧な答え合わせ来て、わろたー、わらーって、もう、驚愕の、この <laughs>、息子がソンポジャパンに入社していたっていうね、えー、答え合わせが出てきた、グルだったっていうのがね、 丸わかりの話がいっぱい出てくるわけですよね。ということで、まあ、今回もビッグモーターのね、大炎上についてお話ししましたけど、一緒に損保ジャパンも友倒れだっていうようなね、そんなお話でした。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。元光のチャンネルでは、時事ニュース系のことをお話ししていきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。